何よりもそうだけど、あれ本当だよ、たくさん儲ける儲けないじゃないなんて、いけない人でと言っていつもこの頭を撫でる、叱られていても僕はなぜかうっとりしてしまう、あなたは先生、授業している時も僕はただ見つめてるだけ、魔法にかかったように昼を夢見ている気分、あなたは先生、憧れのあの人は罪なことだよ先生、できるなら個人授業受けてみたいよ、はあはあはあ、学校帰りの道でじっと待つ好みはつらい、毎日毎日同じ場所でただこうしているよ、あなたは先生先生、流行りのドレスをいつもシャレて着こなしてる人よ、結構グラマーなことも僕は気がついてるんだよ、あなたは先生、今度の休みになれば部屋へ訪ねることにしよう、ちょっぴり大人のふりで愛の言葉など持って、あなたは先生、憧れのあの人は罪なことだよ先生、できるなら個人授業受けてみたいよ、はははは、チラチラまぶたに浮かび、とても勉強などダメさ、このまま続いてゆけばきっと死んでしまうだろう、あなたは先生先生。